王道マンダリンオリエンタル東京日本橋三井タワーは2005年7月29日に竣工した三井不動産と線引き屋総本店が東京都中央区日本橋室町2丁目に建設したホテルオフィス商業施設からなる超高層ビル。日本橋地区のランドマークである。2005年日本建築学会賞第17回赤賞第48回 PCS 賞 2006年度グッドデザイン賞、平成17年照明普及賞、第40回 SDA 賞、第11回ステンレス協会賞を受賞。三井本館外区を、地権者である千引野草本店と三井不動産が、再開発に取り組み、歴史的建築物の保存と開発との両立を、目指した、と創設の、重要文化財特別型特定外区制度の初の、適用により、 500%の容積率割増しが認められ、先進的な事務所機能と最高級レベルのホテル機能を両立した超高層複合ビルを建設した。低層部は隣接する三井本館との調和を意識した一生となっている。日本橋三井タワーは隣接する既存の三井本館、二号館と合わせて消防法的には一棟の建物となっており、防災センターは タワーの2階に設置して、すべての胸を一括監視している。三井本館とつながる4層吹き抜けのアトリウムを設け、本館の列中を模した高さ24.5メートルのガラスのアートや、白三陰石の彫刻を設置。アトリウムは一般に公開され、イベントなども開かれるほか、本館7階に開設した三井記念美術館へのアプローチともなっている。 1.2階には千引き屋総本店のメインストア、カフェ、パーラー、ダイニングが置かれ、地下1階に飲食店などを廃止、2階にオフィスロビーがある。5階から28階がオフィスフロアとなっている。平面は H 型コアにより H 型室務空間を採用し、平面形状は奥行き約16メートル、幅約60メートル、天井高さ2.8メートル。 防衛フロアは高さ150で、両端部はコアとなっており、トイレなどが設けられている。将来対応の階段設置補強、重荷重床対応を行い、構造的な自由度を高めた。また今後のオフィスワーカーの男女比率が変わった時にも、簡単な回収で対応できるように窓に面した、開放的なトイレを男女2組用意した、三井グループ、または、 それと関連の深い企業が複数入居する。東レは旧三井物産の繊維部から分社独立しており、三井科学の主要株主にもなお連ねる三井系企業。三井本館の向かいにあった東レビルの老朽化により、日本橋三井タワーのオープンに合わせて東京本社を移転。本工事には関連企業の東レ建設も参加している。殿下も、 三井財閥有力者によって設立された三井系企業クイックックは親会社である日本経済新聞社の源流が三井物産発行の中外物価新報であったという過去を持つオフィスを構える企業編集30階から38階の大きくセットバックした部分に日本初進出の高級ホテルマンダリンオリエンタル東京が入る1階の車寄せは リムジンバスの入庫が可能な広さを用意し、最上階の38階にあるホテルロビーにはシャトルエレベーターで向かう。3階にチャペル、宴会場を配置、三井本館4階に設けた美容室、貸し会議室などのホテル関連施設とは連絡通路でつないだ。詳細はマンダリンオリエンタル東京を参照。ありがとうございます。